しなきゃダメだね。全然ダメ。一回リセットして頭クリアにして整理して。はい、見えた。仕方っていうのは、僕は、いろんなビデオ、VHS というビデオを巻き戻しして再生して巻き戻しして再生して、自分の好きな選手をずっと見て、体の使い方や走り方やテクニックのやり方、それを勉強しました。はい、その時点で僕は今思うと成長しようとしてたんだなって思います。でこの時に僕の中で編み出した練習方法がこうシュートを1日100本やろうと思います。朝6時半に起きてハーフラインからドリブルしてペナルティーちょっとかかったらシュートする、右と左、まあ50本作る、はい、やりました。俺たちに大事なのは成功するだけが挑戦する大事に、逆、僕は逆だと思う。失敗をどれだけ重ねるかって、どれだけ経験するかで、ね、深みが変わってくる。すいません、困りました。そうですね、食べると思うんで後で言いますけど、よろしくお願いします。みんな雰囲気ですね。こんにちは。どうぞ。今まで培ってきたものを少しでも、伝えたい、そこから何か、いいと思っていってもらえるような、時にこういうような機会を、いただきました。感謝しています。サッカーでしょ、これ引いて1回何の準備Come on!
守備になった時にじゃあどうするの、前ボールにしたかったらもっと自分でもアピールするの、両手でタッチすることがルールであるの、だからそういうことのアピールの仕方であったり、だからそこに対してもっと勝負に貪欲になるとか、いろんな要素が組み合わさっている中で考えてやってる選手が果たしているかどうか、一回リセットして頭クリアにして整理して良くなってきてる、うんうん、こういう意識一つでやる練習の内容も全然違ってくる。一番何が変わったかって、声が変わったの、声が変わったから動いてるっていうのもあるけど、動かされてるって感じはお前と全然違う。だからこれが山下さんがパッと見てお前たちと出会って1時間2時間にこう感じたことをパッとこう表現する、だからそのことのお前たちがどう気づけたかと言われたからやるとかじゃなくて、こうやって実際に体現してくれる、そこでこう何を盗むのか、どこにチャンスが転がっているかわからないから、ね、それをつかめるかつかめないかと考えて、間違ってもいいし失敗してもいいかなということが大事で、失敗した時にあこれ失敗したらじゃあ次これやろうっていう風に繋がってくるかな、だからやってみる、で今何足りないかなって声出してみるは下手でもできるし、それでもできるし、そういうところからやってみる、自分たちもどんどん声出てたでしょ、それだけ今日のテーマ、うん、しゃべろう、うん、よし。高校の特徴としてはしっかり話を聞けるということ、これはすごくいいところだと思います。川村先生も、すごいいいこと言ってます。それをどう感じてどうトライするかは君たちです。 でサッカーの中でいろんな感情ありますね、嬉しい、楽しい、悔しい、ムカつく、悲しい、いろんな感情あります。その中でサッカーの中でやってて感情がないまま終わるのは俺はもったいないと思う。今日イライラできたとか、なんでイライラできたかな、あ、俺本気になったからイライラしたんだ、あいつに、あいつダラダラしてるから、それでも自分はいいものもらってるじゃん、イライラだけど、それが相手に与える喜びとか自分が達成した喜び、そういうのが積み重なっていくうちにすごくいいチームになると思う。より一個でも上、そして自分
自分を大切にして自分で自分は どこまで行きたい、ここまでやりたいっていうのがだんだん出てくるから、上手くなればなる。でもそれが自分たちの色、その色が出てきた時にチームは強くなる。だから言われたことだけをやるんじゃなくて、自分がやりたいプレー、得意なプレー、周りから見てお前ここいいよって言われたプレーを磨くっていう楽しさをこれから、皆さんに、実感しながら、一つ一つ一日一日無駄にせずに、やっていってほしいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。特徴。強みそのことはもう走る、まあ、さっきも言ったけど、まあ、とにかく、はい、みんなでやるっていう。特質した選手はいないし、まあ、投手の切り替えを早くしながら運動量を多くしてっていうことを90分やり続けるっていうのは、まあ、OB も来てくれて雰囲気はすごいいいなって感じました。まあ、そうですね。あとみんながこうやって来てくれるっていうのは、まあ、高校時代いろいろ悔しい思いとかね、こうやってまた母校に戻ってきて後輩と、そうですね、こうやってこうひとときを過ごせるっていうのは、はい、部活動のいいとこなのかなと。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。チームのいいところを教えてください。チーム全体が仲良くて、雰囲気とかもいいんですけど、あ、いいところです。で、練習中も言い合ったり、あんま激しい言葉はまだ言えてないんですけど、チーム同士でこここうした方がいいんじゃないとか、切磋琢磨し合って、まあ、強いところに行こうとしているところです、うん、山下選手見てどうでしたか。ああいう山下選手みたいな上手い選手が身近でプレーするってことがあんまなくて、うん、近くで見てみたら全然レベルが違って、声も全然出てて、自分が気づけないところまで気づいて言ってくれるんで、すごいためになりました。これからも頑張ってください。ありがとうございます。応援してます。ありがとうございます。